境にはすでに亀裂が入っていた。これでは心境の世界に裂け目が生じてしまう。完全な不意、どれだけの時を遡り、どこに行けば完全な心境があるのか、その答えを知る者は心境を持っていた賜物前。そんな中、蜀徳川連合と魏織田連合が交戦を開始する。不戦を訳しているはずの彼らが衝突した理由は、殿、ご無事でよかったでさ。徳川と蜀が急に仕掛けてきよったのよ。すでに馬長らの先に攻めたのは私たちだと、そう思い込んでおられるようです。ですが私たちには心当たりがありません。何か使者を送って説明しても聞く耳持たぬ。騙されるものか。言ってわからぬなら戦うほかあるまい。奴らを叩き。安心して戦いな。この違和感、どうやら偽物の入りよう。誰かに化けた向こうを操って、こいつを倒せばこの騒ぎも終わりだろうぜ。これはメガマス様。そうそうそう、私にメガマス様を説得させてください。この状況で城を出るのは危うかろう。まずは包囲を崩す。シガーの敵を押し返すのだ。城に凍ったところで何になる。いざ、俺がこじ開けてくれ。あと力攻めは無駄な犠牲を生む。包囲を重ね、敵の戦意を削ぐべきだ。しかし地獄に存ずる。よし、次は中央の砦を奪取するぞ。東関門を開け、全軍進軍せよ。の方位が崩された。ならば前線を押し上げ、敵の勢いを削ぐまで。よし、分かった。前衛の各部隊、前進して敵に当たるのだ。目の覚める戦。参ります。私で。申し分ない働きだ。泣かせねえ。戦争の盾となるのか。必ず報じましょうぞ。バラシュ金庫活躍。おお、一段と冴えておいでですな。まずいぞ。馬長殿、猛角殿と竹雄殿を前線へ。分かった。坂政殿の采配に託そう。猛角殿、竹雄殿、ここは任せたぞ。お
よ。行こうぜ、母ちゃん。そうだね、あんた。この二人を退ければ戦況は変わる。その発表しくもを撃破せよ。おりゃおりゃおりゃ、一段と冴えておいでですな。思いのほか敵の攻勢が激しい。それがしも前に出よう。分かった、長政殿、運を祈る。今なら長政様の元へ行きますね。医師がきっと長政様を説得してみせます。これで戦況はこちらに傾くです。この男の悔しがるか言いたいものだ。この先には行かせねえ。私は全て聞かせてもらいました。どうやらこのソーラは永遠の神のようです。カツリオ様、良いところへ。課長様も説得をしていただけませんか。ええ、これ以上の争いは無意味です。私が馬長殿のもとへ向かいましょう。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。わしが真の三国無双ってやつや。おやめください。この戦は玉物前が仕組んだ罠です。バカだ、仕掛けてきたのは曹操だ。それに長政殿が。その長政殿こそこの騒ぎを描いた偽物。先ほどこの心境が正体を暴きました。なんと、俺は裁かられたのか。少々すまなかった。そうはいかぬ、そちらにはもっと争ってもらわねば。参ります。
私でよければ。マサ殿ではこれは。ええ、鏡越しに見ると尻尾が生えています。あの長政殿は偽物です。せっかくじゃ。俺はあのようなものに騙されていたのか。みんな申し訳なかった。俺がレッ、まあ敵は戦界の奴らまで騙す妖怪だ。おめえが見破れなくて。でも心境があれば偽物を見抜けます。もうどうぞお受け。これをやろう。